何しろ今人間は本当にその平和に対して力を持っているんだということで、今こそその行動を起こさなければいけない。何しろ人権についてあるいはその環境的な破壊が今行われてますけれども、その辺についてそして各種のそういった救助活動が、いわゆるいろんな人たちによってその手によって行われているわけですけれども、そういったことを起こさなければならないということなんですが、その特に日本でということに関しては日本には広島での経験がある。そしてまた日本という国は経済的にとても成長しているので、今こそその平和に対する力というかそれに目覚めた時に何かやれる場所ではないかというふうに思うということなんですが。